な。よし、てめえら注目や。仲間がみんな揃ったところで新たな冒険の始まりを祝して。乾杯。うんめえ。しかしルフィさんはお強い。戦っているお姿を見ていると私胸が躍ります。骸骨だから胸ないんですけど。やっぱ面白いなお前。ああ、そういえばルフィさんも悪魔の実を。ああ、ゴムゴムの実だ。ゴムだから伸びるんだ。海賊になるために鍛えたからな。ところでサンジどこ行った？肉が足りねえのに。きっと私たちにはできない鍛え方よ、人として。あお、そらつまり変態ってことか。ルフィ変態なのか。だがイーストブルーにいた頃より格段に強くなってんじゃねえか。そうよね、変な技も増えたし。お前らだって強くなったじゃねえか。それよりサンジどこだ。まあ、ナミが強くなったのは俺が作った武器によるところが大きいわけだが。しっしっし、ナミはバギーの下っ端にも勝てなかったもんな。うっさいわね、昔の話じゃない。そんなか弱いナミさんも素敵だ。あ、サンジ肉おかわり。時は大海賊時代。伝説の海賊王ゴールドロジャーが残したワンピースをめぐり、多くの海賊たちが己の誇りをかけて戦っていた。その戦いに身を投じた一人の少年がいた。少年の名はモンキー・D・ルフィ。悪魔の実を食べ、ゴムゴムの実の能力を得たルフィは海賊王になるという大望を胸に故郷の村を旅立った。最初に訪れた町で剣豪海賊狩りのゾロを仲間に加えると、二人は海図もないままグランドラインを目指して航海を続ける。しかしその途上でルフィは鳥にさらわれ、ゾロとはぐれてしまう。やがて見知らぬ港町にたどり着いたルフィは、海賊道家のバギー一味に追われる海賊専門の泥棒ナミと出会ったのだ。バギー船長、港の空に何か見えます。大砲で撃ち落とせ。へい。泥棒女、海賊を返せ。うわ、何。あー、助かった。お、親分、助けに来てくれたのね。あとは任せたわ。こいつを返しやがれ。なるほど、子分をかばったってわけか。おかげで追い回す手間が省けた。何してんだお前ら。
やだ、俺は別にお前と組みたくねえ。俺よりゾロのやつを探さねえと。ちょっと待ってよ。来やがったね、海津ドルブ。バギー海賊団をなめんなよ。お前らまとめて吹っ飛ばしてやる。なんだ、大砲が効かねえのか。焦ることはねえ、ぼちぼちあれの準備ができるからだ。撃て特製バギー玉。よっと、ゴムゴムの風船機関。あんた一体何なのよ。何を今の風船みたいに膨れたの。ゴムゴムの風船だ。それが何かって聞いてんのよ。バカ者だ。バギー玉を跳ね返しやがった。俺たちだけじゃ手に負えねえ、もっと仲間を呼んでこい。お前なんであいつらに追われてんだ。グランドラインの海図を盗んだからよ。私は1億ベリー稼いである村を買うの。だからグランドラインに入ってもっと大物の海賊のお宝を狙うつもり。もしかしてお前航海術持ってんのか。当然舐めてもらっちゃ困るわ。航海術私に勝てる人はそうはいないわね。俺たちもグランドライン目指してるんだ。仲間になってくれよ、海賊の仲間に。海賊だったの。私が世界で一番嫌いなものはね、海賊なの。でも条件を飲んでくれるなら仲間になってあげてくれば。本当か。条件ってなんだ。私と一緒にバギーのところに行ってほしいの。ただそれだけ。これくらいで俺を止められると思うなよ。よっ、よっしゃ行こう。どこにいるんだバギーは。あそこよ、海賊たちのいる酒場は。で何しに行くんだ。それは言ってのお楽しみよ、海賊のお兄さん。え、何すんだ。改造返した上に親分売って一味に入りてえた面白い女だ。まったく海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外に簡単にお宝をいただけそう。さてナミ、おめえの元親分をバギー玉で消し飛ばし俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す。私が。私は結構です。それより、そうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの。それが海賊の覚悟。違う、自分の命を懸ける覚悟だ。ナミ、てめえどういうつもりだ。なんだお前、今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで、勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をちょぐるのも大概にしろ小娘。派手に殺せ。
まだ火が。女一人に何人かかりだ。飛んでんだルフィ、檻に連れてかれて見つけてみりゃ今度は檻の中か、アホ。あいつ、言わなかったよ。ダメ、海賊狩りのゾロか。なんで泥棒と喋ってんだ。あいつの仲間って海賊狩りのゾロのこと。どうなってんの。ロロノはゾロに間違いねえな。俺の首でも取りに来たか。いや、興味ねえな。俺はやめたんだ、海賊狩りは。俺は興味あるねえ。てめえを殺せば名が上がる。本気で来ねえと血見るぞ。なんて手応えのねえやつだ。何がおかしい。おとなしく檻の鍵を渡せ。バラバラの実、それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろゾロ。じゃあ、あんたはどうすんのよ。了解。おい、天下だ。え、はい。よし、伏せろ。私たちが目指すのはグランドライン。これからその海図をもう一度奪いに行く。仲間になってくれ。海図いるんだろ。宝も。私は海賊にはならないわ。手を組むって言ってくれる。お互いの目的のために。いたぞ。泥棒どもはそこだ。行くぞゾロ。海戦だ。あんたも行くの。お腹の傷は。博士誰の傷よりやられっぱなしで傷ついた俺の名の方が重傷だ。行こうか。捕まえたぞ。ざまあ見ろ。捕まえた。逆だ。下手な小細工で逃げ場を失ったのはお前らだよ。海賊王に俺はなる。なんだ、門が開かねえな。あれはこいつは使えそうだな。よっ、おい、こっちから行けるぞ。お前らも早く来いよ。行けるか。あんた、やってることが人間技じゃないわ。よっ、しっ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 、先に行ってるな。行っちまえよ、さ。仕方ね、俺たちは別の道を探すぞ。
する気か？ギャッハッハッハッ、見せてやるぜ俺様のとっておきよ。時間を稼ぐんだ、派手にやれ。へい、海賊道化のバギー船長。てめえ
のその麦わらを見てると若かりし頃のあの男を思い出す。クーセン！そう生意気なあの赤髪の男を。赤髪？シャンクスのことか。これはシャンクスとの誓いの帽子だ。これの宝だ。道理で見覚えがあるわけだ。俺とあいつは昔同じ海賊船にいた同士。シャンクスは偉大な男だ。お前と同士だと一緒にすんな。くっ、舐めやがって。俺が誰だか言ってみろ。俺は後にグランドラインを制し、全世界の財宝を全て手中に収める男だ。派手に撃て、バギーだば。そんなものが俺に聞くか。世界の宝は俺のもの。てめえ世に俺以外宝を持つものなど必要ない。こんなにその麦わらが大切だな。たまごと派手に切り刻んでくれるわ。エファントガン。この帽子を傷つけるやつは絶対許さねえ。Shit.